はい、皆さんこんにちは。今ね、大体6時半です。夕方ね、ちょっと時間が余ったので、撮影してます。で、最近ね、ちょっと作業動画が少なくてね、なかなかちょっと動画が撮れないのでね、ちょっとね、動画一つ撮ってみたいと思います。で、前回ね、ここ自分の土地からした林道、廃林道を整備したということでね、枯れ払い作業をね、そちらの方をお見せしましたけれども、ちょっとここをね、一部、道路をね、改造しましたので、そこを使ってちょっと下のね、川までね、行ってみたいと思います。あまりね、ちょっと夕方だとね、動物とかいて危ない可能性もあるんですが、まあちょっとね、気をつけて行ってみたいと思います。はい、まあただね、こう林道を歩って、廃林道をね、歩って、前回の買ったところをね、まあ、確認するっていうことでね、ちょっと行ってみたいと思います。一番最初からね、行きます。はい、で、ここが一番最初のね、笹刈りしたところのね、始まりです。このメインの林道からね、分かれて、ここにね、倒木とかあってね、始めて、ここにね、もみの木あったの覚えてるでしょうかね。ここがね、始まりです。で、ここがね、メインの林道で、今回新しくね、廃林道を開拓したのが、ここから行くとこね、今から歩いていきます。もみの木ね、ちょっとこっちになんか傾いてたから、この前ロープを使ってね、ちょっと手伝ってもらって、引っ張りました。はい、今、だいたいまっすぐ立ってます。はい、で、この前ね、笹がね、また半年ぐらいしてからね、こう結構立ってきたんでね、二度刈り、チップソーでね、二度刈りしましたんで、まあある程度ね、歩きやすくなってますんで、まあちょっとその状況も踏まえてね、見ていこうと思います。いやー、暑い。すごいセミの鳴き声。今日はね、7月の20日かな。はい。すごい、セミの鳴き声がね、すごいです。買ったのでね、歩きやすいですね。はい。なんかね、今来る途中に思ったんですが、キノコがね、なんか結構増えてるんですよ。前までなかったんだけど、多分ね、いろいろこう、綺麗にね、買ったからね、で、こう、落ちた葉っぱがね、こう、買って落ちた笹とか葉っぱがね、なんか湿ってジメジメしてるんでね、なんかキノコがね、増えてます。はい、こういうやつとかね。うん。さっきもね、なんか大きいのあったんですよね。まあ、ちょっと食べたりはしないですけど、もう危ないんでね。はい。ちょっとね、行ってみます。あ、これだね。この赤い、キノコ。キノコっていうか、なんつうの、椎茸かわかんねえけど。はい。なんかそういうのもあります。この前綺麗に買ったからね。はい。結構綺麗になってます。こっから、先をね、前回買ったんですが、ここはまだ倒木処理してませんので、こういう風にね、倒木は結構ありますんでね。はい、ちょっと気をつけていきます。なんか、ちょっと薄暗くてね、気味が悪い。はい、あら。倒木。よいしょ。ここは前回ね、倒木処理したっていう危険木を伐採したエリアですね。はい。山のね、うちの土地の下になります。よいしょ。ああ、なんかね、ちゃんと道になってる。うん、前回買ってからね、ちょっと日数経ちましたんでね、結構沈んできてちゃんと道になってます。はい、まあ倒木がね、あら、やっぱりね、すげえ、これめちゃくちゃでかいよ。これなんかもうすげえな、これ。切ったね、こう雑草とかね、こう笹がなんかこう濡れてね、ジメジメしてね、なんかもうキノコにはもってこいの環境ですね、これ。すげえ。うわ、すげえキノコ入ってる。俺もじゃん。うわ、なんか気持ち悪いね。はい、倒木がこの通りです。ちょっとね、薄暗くてね、なんか気持ち悪いね。で、こういうね、雑木は残してるんです。
まだ枯れてないね。まあこれちょっと微妙だけど、ところどころね、雑木残してます。まあ全部刈るとやっぱつまんないんでね、せっかく山の林道なんでね、なんか育ってくれそうな木はね、残してない。こういったもみの木とかね、はい。こういうのはね、まあ、ちょっと後々切ってもいいかなって感じですね。ふぅ。あ、なんかすごいね、やっぱちゃんと道になってるわ。なんか前回ね、ここハイリンドの笹刈りでね、こう整備したっていう動画を上げた時に、なんかなんかハイキングしてみたらどうですかとかってね、なんかいうコメントあったのでね、ちょっと今ね、まあどんな感じなのかちょっと撮ってみてます。まあ自分がね、この整備した林道ね、はい、ここまでです。ここがメインの階段が ついてるメインの林道です。でここ行くと、今まで川に降りれて、ここを通ってね、川に行ってました。はい、じゃあね、これじゃあ結構まあそこそこ歩くんですよ、奥までね。で降りてって、ぐーっと降りてって、その下に川なんですけど、川こっから見えるんですよ。でね、わざわざこんなぐるーっと回ってね、川まで行くの大変なので、ちょっとこの前改造しました。今来る間の動画でね、分かった方いるかな。多分ね、分かると思います。本当はね、やっぱこういう笹も全部買ってあげた方が、動物とかね、やっぱこういう潜みやすいんでね、危ないから、本当は買ってあげた方がね、あと山のためにも、こう、いろんな植物とか木とかね、やっぱ育ちやすいんですよね。こう、除伐って言うんですけど、こう育てたい木以外をね、こう切ったりとか、こう笹とか全部切るのね、こう山林のね、整備をするのね、こう林業用語で除伐って言うんですけど、まあ除伐してあげるとね、かなり、綺麗な木とかがね、育ってくれますんで、こんなね、ぐーっとひょろ長いですよね。日が当たんないからこうなるんですよね。はい。うん。今来た道戻ってますが、はい、ここをね、振り返ると、こうなります。ここにもみの木があってね、今こっち行ったんですけどね、はい。こっちにね、道を作りました。歩ける道ね。笹、灌木、雑木全部切ってね、歩ける道を作りました。さあ、ここ行くとね、どうなるかね。ちょっとこの前ね、1時間ぐらいかけてね、時間余ったから切ってみたんですね。で、すごい、枯れ木です、これ全部。ここをね、こういう枯れ木を処理するだけでも、ここにもありますよね。はい。で、これがね、ものすごいツルですね。これを処理するだけでも、まあ相当明るくなりますよね。うん。これ、わかりますかね？はい、全部枯れてます。これもね、相当立派な、こう、株立ちのね、4本ぐらいの木なんですけど、もう全部枯れて、これ。はい。追っかかってます。こういうのがね、危ないんですよね。こう、台風とか来たりして、落ちてくれればいいんですけどね。まあ今こういう風に歩ってる間に、こう落ちてきたりすると直撃しますんで、バランス崩れてね、今これ、枯れた木同士でこう支え合ってるだけなんでね。こういうのは倒して、本当は処置した方がいいんですが、まあこれはね、ちょっと後々、時間がないんでね、ここまでやってられないので、はい。ただこれやるだけでも結構、日は入ってきそうです。そうするとね、周りの植物が育ちますんで、これも全部枯れてます、これね。はい。で、ここ降りていきます。ちょっとここだけね、急なんだけど、よいしょ。スパイクでこれ上がったな。よいしょ。よいしょ。あっね。はい、そうするとね、これ目の前にね、川なんですよ、ここ。この前ね、ここを買ったんです。ちょっと時間余ったからね。はい、ここ。今降りてきたとこね、こう。目の前に川が出るんですよ。すごいよね、これ。自分の土地からもう、真下に川にね、降りてこれるようになりましたよ。かなり遠回りしてたんだけど。はい、こんな感じです。いやー。なんかやっぱ涼しくて気持ちはいいですね。
はい。ここもか、ここもちょっと買ったんだね。うん。はい、こんな感じです。ちょっとそっちに渡りたいんだけど、今長靴に穴が開いてるからあんまり降りたくないんだよね。よいしょ、はい、はい。はい。こんな感じでね、すぐ山からね、川に、まあ一直線じゃないけど、すぐ降りれるようになりました。今までの3分の1ぐらいの時間でね、降りれます。はい、こんな感じ。ちょっと今日ね、昼間結構降ったので、水の量がちょっと多いかな。はい、こんな感じです。まだ明るいですね。これは誰かが倒木処理をしたのかな。ここはねちょっとクマとかが多いので気をつけないと危ないんですが、気をつけますあ、結構水の量がやっぱ多いね。いや、いいな、すぐに川に来れるっつうのはね、やっぱ山にいるならね、すぐ川に降りたいですよね。はい、とてもいいちょっと川入ってみっか。あ、でもね、そんなに多くないね。もう下の地面が石畳がね出てますね。はい、こんな感じです。今にもね、クマが出てきそうな雰囲気なんですが、はい、こんな感じです。あ、めっちゃ涼しい。最高じゃんこれ。うわ、靴が染みてきた。あ、乾いてるね。乾いてるってことはそこまで水は流れてなかったんですね。はい、まあこんな感じでね、ちょっとすぐ川に降りれるね、道を作ってみたということで、ここにもね道があってね、多分これは隣のね山の鉄塔に行く用の、まあ連絡通路っていうかね、なんですけども、こっちはちょっとね怖いから行ったことないです。ちょっと一人で行くのはね怖いんでやめときます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、まあ今日はね何をするだあれもなくてね、ただ川に来ただけなんで、ただ川に来てね、この穴あきの長靴で入って、靴下がびしょ濡れになったっていうだけの動画です。はい、じゃあちょっとね、上の方に戻りたいと思います。はい、今ね川登ってきました。あ、疲れた。よし。ここのね、新しくこう買ってね綺麗にした道路林道ね、まあここの倒木処理もね後々やっていきたいと思うんですが、まあちょっと時間がなかなかないし、こんな真夏にね。やるとちょっと体力的にも厳しいんでね、ちょっと涼しくなった頃かな、にでもやっていこうかなと思います。秋とかちょっと冬前あたりに、落ち着いてきた頃にねやろうと思います。一人でやるとね大変なんですよ。チェーンソーで切るのはいいんだけども、それをねこう集積しないといけないでしょ。それがね大変なんですよ。重いんでねやっぱり結構で、それをね集めてまあ綺麗にするっていうのもね、結構一人でやるの大変なので、まあちょっと後々時間ある時にでもねやっていこうと思います。あー疲れた。
向こうちょっと日が当たってるの分かりますかね。あそこ前回倒木処理して結構開けたとこなんですね。で、ここら辺はね、まだまだ暗い。ここら辺はね、暗いとね、まあ草とかは生えにくくていいんだけども、やっぱ日が入らないとね、こういった木も成長しないしね、あまりいいことがないので、まあちょっとね、こういう夏の時期にしか分かんないんですね、こういう。暗さっていうの冬になると分かんないんでね、葉っぱが全部落ちちゃって、なのでこういう時にちょっと間引いてあげるとね、結構明るくなったの分かりやすいんで、まあ、刈払機とかでねこう除伐してあげると、いいかなと思います。はい、戻ってきました。はぁ、疲れました。ここからちょっとね上上がります。はい、じゃあ今ね、上に上がってきました。いやー結構ね暑いんで、やっぱ近いとはいえね疲れます。はい、まあ上に来るとまだこんぐらいの明るさですね。はい、まあここら辺はねだんだんこうすっきりしたんですけどね、やっぱ夏になってるとかなり鬱蒼としてきますが、まあ去年はねここら辺にわーっとこうジャングルになってね、全部ありましたんで、それをね、冬に伐採したんでかなり開けてます。景色はいいですね。はい、まあこんな感じでね、ちょっと今日はねただ単にこう林道を歩って、川に行くっていうちょっとハイキングのね、動画だったんですが、またねちょっと山の作業引き続きやってますんで、なかなかね、撮影する、まあ、タイミング、あと時間がねちょっと、ないのでね、作業動画がちょっとなかなか撮れないんですが、まあ、地道に時間が空いた時にねちょこっとずつでもやっぱ進めてますんでね、また次回、作業動画の方ね見ていただけると、嬉しいです。はい、じゃあ今日はねちょっと川の方までね、新しく作った林道でちょっと歩いてみたということで、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。